平野紫仕様、仕事の苦悩ゆやすなぞの城東時さん4人組。クリスマスに一泊旅行も。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。3月3日、キングアンドピスの冠番組、キングアンドピスル、キンプル。日本テレビ系が4月以降も継続されることが発表された。 5月22日をもって平野史洋26、岸優太27、神宮寺優太25がグループを脱退する金プリ。番組は長瀬恋24、橋山23の二人体制で続くようだ。脱退が2ヶ月半ば後に迫る中、平野のあるインタビューがファンの注目を集めている。 去年の12月24日と25日おじさん世代の友達4人とコテージに泊まってクリスマスパーティーをしたんですのんのう。23年4月号。続けて、プレゼント交換で盛り上がったとも語った平野世の女性たちを虜にしてきたアイドルの意外すぎるクリスマスの過ごし方に、SNS には、そのおじさん何者疑問符などとリアクションが上がっていた。 平野さんはたびたびおじさん友達とのエピソードをテレビや雑誌で話してきました。30ケラ50代の一般の男性で車やバイク関係の仕事をしているそうです。平野さんは古い車やバイクを見るのが好きだそうですが、その趣味を通じて親しくなったと言います。制作関係者。平野はおじさんたちとクリスマスパーティーをした前日の23日に生出演した。 ミュージックステーション、テレビ朝日系でもおじさんとの交流を明かしていた。番組では今年の一枚と題してその年の印象的だった出来事を写真と共に披露する場面がありました。平野さんは星空を背景に自身が佇む写真を紹介。おじさん友達と北海道を旅行し、おじさんに撮ってもらったものだそうです。 平野さんがプライベートで北海道に行ったのはこの時が初めてだったと言います。他の番組ではおじさんと深夜から釣りに行ったとも話していました。前で制作関係者。とはいえ、趣味を通じてこと業種のおじさんと交流を深める先輩は少なからずいて。稲垣五郎、三四十。 9、旧もワイン好きつながりで知り合った13歳年上のおじさんとの仲間同居状態を明かしかつて話題になりました。長瀬智也さん、44も、インスタグラムに音楽やバイク関係の仕事をするおじさんが多く登場しています。芸能関係者、平野はかねて芸能界の友達が少ない、と公言してきた。 グループで目標にしてきた海外進出が思うようにいかず平野さんはもどかしさを感じていたようですがそれを分かり合える同業の友人が少なかったのではないでしょうか。自分とは異なる仕事に就くおじさんたちと過ごす時間は平野さんにとって苦悩を忘れられる瞬間だったのでしょう。前で芸能関係者、平野を癒したおじさん4人組。 こと業種の人生の先輩たちから平野は何を学んでいくのか。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。